本日はお集まりいただきましてありがとうございます。シードリングの会見を始めさせていただきます。まず代表の高橋奈々より挨拶です。はい、シードリング高橋奈々です。いよいよシードリングの2017年の第2戦まであと約2週間となりました。大会のタイトルにつけましたラッキーエスト37というのは、ラッキーの最上級ということで、ラッキーっていうのは待ってる、運を待ってるみたいな感じだと思うんですけど、待ってるだけじゃなくて掴みに行こうぜっていう、もう37格変をもっと弾き出していこうぜっていう思いを込めて大会名として、つけたんですけれども、こう待ってるだけじゃなくて自分で動いていく、そういうものをどんどんお見せしていきたいなと思っています。で、大会の合間にもよしこが MMA に挑戦したり、私自身も2月にラウェイを2回目のラウェイに挑戦したりして、進むことを止めずに、それぞれ頑張っております。そんな中で2月27日よりサリーがシードリングの所属になりまして、所属選手が4人になりまして、また新たなシードリングが始まるのかなという、思いでいるのですが、本日は改めましてサリーより皆様にご挨拶をさせていただきます。27日よりシードリング所属になりましたサリーです。これから若さと勢いを武器に、シードリングを引っ張っていきたいと思います。そして一日も早くこの3人より強くなって自分がまとめたいと思います。まとめたい、まとめてください。はい、どのようにまとめる？みんな大変そうなので何がなんかわかんないんですけど、性格がやっぱみんなそれぞれこう大変そうなので、自分が早くトップに立ってまとめてあげたいと思います。はい、はい、いや私がまとめるから大丈夫だと思うんですけど。じゃあ一番大変な人誰だと思います？性格が。いやわかんない。はい、何回かこの選手たちと一緒に練習などをされたと思うんですけれども、はい、このメンバーで一緒に練習してみていかがだったでしょうか？そうですね、やっぱ自分に足りないところがすごくいっぱいあって、負けたくないし、すごい悔しい思いもしているので、すごく刺激的な練習です。足りなかったところを今のところ気づいたのはどのあたりでしょう？いや、いっぱいあります。はい、それは言えません。秘密。はい、具体的にシードリングで何を、どんなものを残したいです？どんなものを目標にし、どんなことを目標にしたいですか？そうですね、やっぱシードリングの選手はみんな目標がすごく高くて、みんな一番目指してて、その中で自分も一番を目指してこれからもやっていきたいので、そういう選手と一緒にやることでもっと自分を追い込めると思ってます。具体的にどうすれば一番になれる？まあ、努力はもちろんして、そうですね、やっぱ気持ちが一番大事だと思ってます。シードリング所属になって、なんかこう環境の変化とか周りの変わったとかよくありますか？まだ27日に所属になったばっかりで、そんな月日も経ってないのでわからないですけど、でも毎日がすごく充実していて、
すごい楽しみです、これからが。お願いします。はい、それでは3月16日の大会の会見の方に移っていきたいと思います。決定カードを発表させていただいていきたいと思います。はい、ハイスピード、はい、ハイスピード、はい、ハイスピード 3way マッチ20分一本勝負、藤本司対米山香織対長崎まる子に決定いたしました。はい、長崎選手はシードリング初参戦。はい、初参戦です、はい、猛スピードを掲げている選手がいるっていうのを、耳にしまして、その選手が、はい、誰かというと長崎まる子選手だったんですね、はいはい、なのでぜひ参戦してもらいたいと思いまして、もうハイスピードと猛スピードの遭遇っていうもの、遭遇したらどうなるのかっていうので、はい、どっちが速いんですかね、猛スピードの方が速い。自分で猛スピードっていうぐらいだから、はい、やばいことになりそうな、どんなものなのかっていう楽しみもあるので、はい、それがまた、はい、3A というこのルール形式で、ハイスピードルールで、はい、なんかどういう戦いになるのかっていうのを、はい、皆さんもお期待ください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一つカードの方決定しております。シングルマッチ15分一本勝負、シュリ VS 山下里奈、こちら決定しました、そして、タッグマッチ30分一本勝負、高橋七重&中島ありさ VS 水浪亮&松本ひろよ、こちらの方決定しました。選手の方お願いします。お願いします。はいはい、中島選手が前回シングルマッチを終えた後にシードリング所属を表明してくれましてですね、シードリング初戦となるわけなんですけれども、その大事な一戦目はやっぱり隣に立とうと思いましてですね、こういう並び新鮮じゃないかなと。 初タッグになるので、ね、初めてのタッグとなるので、楽しみしかない組み合わせなんですけれども、まあ、2人とも力はありますので、そこに対するにはやはりチャンピオン級の選手が必要だなと思い、水波選手と松本選手2人ともシングルのチャンピオンということで持ってきてくれてますが、まあ、私は目に見えないベルトをいつも巻いていると思ってますが、この4人の戦いがどうなるか、今から刺激的な思いでいますけど、この2人ちょっと待って、そういうんじゃないんだ、力合わせて頑張ろうね、シードリング初戦頑張ろうね。そういうタッグじゃないのと思うんで、いいですか、これでよろしいですか。じゃあはい、はい、はい、まあ、長いこと高橋七重と言い続けて、それが実現して、さあ次はというところでのタッグ結成ということで、まあ、プロレスあるあるというか、対戦からタッグ結成っていう流れなんですけれども、そういう、まあ、既存の流れから一歩突き抜けたタッグ戦になればいいなと思っています。で、自分はこの対戦、この試合のテーマというかは、一つ解放というものがありまして、まあ、その解放っていうのは2つあって、解き放たれるっていう方の解放と、まあ、自分をこう開け放つという方の解放、両方をテーマにして戦っていきたいなと思います。今まで中島ありさのイメージでいうと、少し何ですかね、閉鎖的というか、基本的に拒絶拒絶拒絶というスタンスだったので、これからは
すべて受け入れる戦いをしていきたいなと思いますので、まあ、新しい解放された中島ありさをこの試合では見せたいと思います。解放し受け入れてなくない今試合で言ってること、え試合で今その解放の準備をそんな準備できてないじゃんしているので、試合でリングの上で見せたいと思います。それでは水波選手お願いします。はい、5代目レジーナプロレスリングウェーブ水波亮です。今回、このすげえ刺激的なメンバーに、選ばれたというか、このメンバーで試合ができることはすごくワクワクしているし、すげえこう見えて興奮しているんですけど、今、ウェーブで一番のベルトレジーナを自分が持っているわけで、楽しみワクワク、それ以上以外に、責任というものをすごく持って試合をするときはやってます。なのでおそらくこの試合で感じるであろう刺激、熱さ、テンションの高さ、そういうものをすべて吸収して吸収しまくって、自分の団体のウェーブっていうねとこに持って帰って、今、ベルトの防衛戦とかもやってるんで、そういうのも全部ひっくるめて、食い散らかしていきたいなと思っております。以上です。はい、松本選手お願いします。はい、破壊する女オズアカデミー無差別級チャンピオンの松本ひろやです。このカードが組まれて思ったのが、まあ、いい獲物が近づいてきたなという感じです。まあ、高橋七重、そして中島ありさは自分にとって、自分のプロレス人生においてやっぱりずっとぶっ倒したい相手っていう2人なので、なぜかその倒したい相手が今シードリングに集まってきている、なんか不思議な運命を感じます。で、今このオズアカデミーというベルトを取ったタイミングで、あの2人が近づいてきたっていうのは、何かこういういいタイミングでできるのかなと思うので、しっかりここで高橋七重と中島ありさをぶっ壊して、それがまた何かにつなげれるように、いきたいと思います。七重選手と中島選手、はい、スタックっていうことなんですけど、はい、なんかそのタッグワークとかその辺に関してはどうですか？不安とか勉強とか、もうタッグを組むって決まったからにはもう一緒に練習してね、やっぱお客様に披露するというか戦いを見せるわけなので、まあ、なんか相手を隣にして言うことじゃないんですけど、まあ用意して臨みたいと私は思ってますんで、多分その用意はきっと受け入れる用意があるそうなんで大丈夫だと思います。中島選手は、そうですね、やっぱり高橋の名前中島ありさレベルになってくると、まあ、タッグワーク初めてだからとかそういうところの不安は一切ないかなと思います。松本選手、はい、先ほどの相手2人の様子とかを見て率直にどうですか？今感じてるのがすごく2人とも視野が狭くなってるなと感じました。やっぱり対戦相手は目の前にいる敵だと思うので、まあ、こうやって自分たちでチャンピオン2人を用意したのにお互い2人しか見てないっていうことはちょっと2人とも意識が足りないんじゃないかなと思いますので、はい、今ちょっとがっかりしてます。ちゃんと見てるから、私はやっぱり松本ひろよ、ま、言ってましたけど本人もぶっ倒したい相手って、私自身も自分のプロレス人生に松本ひろよっていうのはずっといる存在なので、対戦も楽しみですし、なんですかね、でも今私はやっぱりシードリングに入って新たな自分っていうところで、なんかまた今までと違った境地に来てるので、なんかそういうところを松本博代にも感じてほしいし、この戦いを通じて何かこう通じるものがあって、いずれ一緒にまあ滝にも行きたいと思ってるしですね。滝の女なんで、いろんな思いがありますね。
広がっていきます。滝一緒に行こうよ。あの七井さん、滝は流れるものって言ってました。やっぱりそういう歌える気になったっていうんですか、この間の戦いを通じて改心したということで、私もいつでも受け入れる準備があるんで、そういう完全に20年やってきてるんで、まあ、いずれ私の滝に連れて行ってあげようと思います。私の滝に打たれんだお前ら。別にいいですけど別にいいとかいう、そういうスタンスじゃない。あの目的が私は違うから、滝に打たれても打たれなくても関係ないし。じゃあ打たれてみろよお前お前も受けれんのかよ。受けれる、何でも受けれる。私は受け入れる体制は整ってる。私はもうラウェイとかやって、もう世界一危険な格闘技っていうものもやって、もう何にも怖くないんで、もうチャンピオンだろうが何だろうが怖くない。もう私の相手ではない。水波選手は滝について。滝、はい、そうね、あんままだちょっと一番でも水に関わりそうな名前してる。確かにウェーブですしね、うん、これからちょっと勉強します。松本選手、小島選手がシードリングに入団したという件についてどのような印象を持っていますか。まあ、自分にとって中島ありさってやっぱり何かを背負って戦っているイメージだったんですけれども、今回、まあ、団体を抜けて一度フリーになって、またシードリングというところに入っていって、今はまだ中島ありさが背負ってるものは自分のものしかないのかなと感じてるので、それがいいのか悪いのか、中島ありさ、自分にとっての中島ありさに変化が起きているのかっていうのはまだわからないので、そういった部分でも今回の久々の戦いは楽しみです。この試合に向けて高橋選手のラウェイの試合を極秘で視察したという話があるんですけど、見ました。はい、いやもうバックエルボーがあのちょっと衝撃的で負けてらんないなと思って、私も今格闘技ジムに通っているので、はい、対策と、まあ女子プロレスはやっぱり私にとっての女子プロレスってでかくて強くて、なんだ、誰にも負けたくない強いハートがあるっていうのが私にとっての女子プロレス。だからそういった部分でやっぱり誰にも上を行かれたくないっていうのを持っていて、まあ、この間のラウェイっていうのが自分にとってはすごく刺激的で、また負けたくないっていう気持ちもかきたてられて、ちょっといい、何ですか、あの発火剤、発火剤違うな、なんかこう、はい、なんか火に油を注ぐわかんですけど、はい、燃えてきましたね。はい、でもそういったので、うん、楽しみですね。なんならじゃあラウェイ、私世界チャンピオンなんで挑戦してきてもらってます。お、ラウェイ、私はやっぱりプロレスラーとしてトップに行きたいので、プロレスのリングで高橋奈々を倒したいです。続きまして、メインイベントシングルマッチ30分一本勝負、よしこ対サリー。それではサリーからコメントお願いします。はい、この間の26日のディアナ後楽園大会で自分はよしこからきっちり3カウント取ってるので、もう別にもうシングルやる必要ないと思ったんですけど、こうやってシードリング所属一発目でメインイベントに選ばれて、よしことシングルマッチ、まあ、ここでもきっちり自分が3取って、これからの勢いを見せていきたいと思います。そしてもっともっと上を目指していきます。
てめえよ、うちに1回勝ったぐらいしゃしゃってんじゃないか。勝ったじゃん。1回だろ。1回だけど勝ったから別にいいよ、それで。でね、こんなんで満足してるやつなんですよ、こいつは。自分はね、このシードリングでメインで組まれたこの意味しっかり受け取って、こいつに勝って自分のシードリング引っ張ってくるんで、はい、そこのとこよろしく。なんかお互いにこう嫌いなとこはどこですか？それか嫌いなところは、どこだろう。全部顔なんだよ。はい、とにかく負けたくないですね。よしこ、もうこの歪んだ性格です。自分が歪んでんじゃん。てめえだろ、歪んで。歪んでないし。てめえだよ。なんか純粋そうなふりして全然純粋じゃないってことですか。ふりしてないし。ふりだ。ふりじゃないし。すいません、もう一回そのままお願いします。はい、ありがとうございます。